韓国では小学校から高校まで原則すべての学校が休校を続けていますが、韓国政府は来月9日から学年ごとに順次オンライン授業の形で再開することを決めました。必要な設備を持っていない家庭への支援も進める方針です。授業の再開は当初来月6日の予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け4回目の延期となりました。来年度の大学入試も史上初めて2週間の後ろ倒しが決まっています。